ただいまに店舗衛生監査のガイドの方に入ってまいります。本来、店舗衛生監査というのは、ガイドの二者監査の一つです。二者監査というのは、一社、二社、三社と、一社と三社で挟まれたこの二社の部分ですね。二者監査にもいろんな形態があるんですけど、その中で、顧客本部から店舗の監査をやってくれ、衛生監査をやってくれと言われて、仕事してるのが皆様のお仕事になります。さあ、どのような形態で行われているか。顧客本部の方から判定基準というのが皆様に与えられているはずです。それに基づいて、皆様は3点、4点、5点とかいうのは得点を上げるわけですね。店舗の方のパフォーマンスに対して皆様は点数をスコアを上げるんだけど、そのスコアの判定基準というのは顧客または本部から与えられている。これが店舗衛生監査の特徴です。さて、店舗衛生監査の実施にあたって、監査に行う検証のあるべき姿、これは外部監査員研修を受けていただいた方にも何度も申し上げました。観察、記録の確認、インタビュー。で、これはオブザベーションですね。これは文書のチェック、ドキュメントチェックです。そして、インタビュー、面談。こういうものを3つ、情報源として使います。情報源の中から出てきた発見を、監査基準と照らし合わせる、検証を行うというのが、監査のセオリーです。じゃあ、店舗衛生監査がどうなってるか、見てみましょう。ほとんどの場合、観察、それも短時間のごくわずかな観察、そして文書記録の確認、チェックリストに書かれているような内容の文書についてチェックを行う。面談、インタビュー、ほとんどやってる間がありません。こうやって、証拠物件がとても少ない中で、店舗衛生監査の非常にまずいところは、監査基準が非常に不明確なんですね。これ皆様はまだそういう時間を持たれてないかもしれないけど、チェックリストの中身を見てみると、とってもどうしてこういうことを要求するのかよくわからないという基準が多いです。じゃあ、適合性確認っていうのは、以前の保健所の立ち入り指導とか営業許可、まさにここでした。それに、薄っぺらい HACCP をのっけたのが、HACCP の考え方を取り入れた衛生管理。そして、フルスペックの HACCP を載っけたのが、HACCP に基づく衛生管理ということでしたね。ここまでが適合性確認です。認証の方になりますと、もともと ISO の2万2000が一番下が抜けているような状況だった。これはもう何度かお話申し上げました。ここに入れたらどうかというふうに、民間の団体が、事業者が、パスの220点を作って差し上げたら、ISO はちゃっかりとそれを取り入れて、今、ISO の2万2000の認証は大体この3層構造になっています。GFSI の承認規格に代表される国際的な食品安全マネジメント規格というのは、さらにその上に特徴ですね。SQF は例えば乳業に強いであるとか、畜産に強いであるとか、そういうふうに、うちはこういうのが強いんだから、その業種であれば、うちの認証規格いかがですかと、売りの部分が上に乗っかります。左側の3つと右側の3つは大きく性格が違います。左側の3つは適合証明、適合性確認。つまりは、中立公正な認証機関があなたの状況を判断するわけじゃないです。まあ、せいぜいが保健所の係官が来る。そしてよくあるのが、自分で自己適合宣言をやっちゃう。私はできてますという宣言をやることだけで、認証と、まあ、たまには承認されてますけど、そういうものを得られることがあります。それです。右の方は認証会社、認定会社、団体も全部大きく組織で動いております。中立構成は確かに右側の方がある。しかしながら、問題なのは、右に行けば行くほど値段高い、手間がかかるということでしたね。じゃあ、店舗衛生監査というのがどこに入っているかというと、今、適合証明にも認証にも入ってないに等しいです。どこか端っこの方、左側の端っこの方で、
たまには一般衛生管理をごく一部取り上げたり、たまにはハサップをちょっとのけてみたり、たまにはハサップに妙に突出した部分もあったりとか、そのような、まあ、非常にいびつな形でママコの扱いを受けているのが店舗衛生管理です。店舗衛生監査というのはどうしてもチェックリストに走りがちになります。顧客本部の期待表明に明確されている、まずうちの店舗を確認点検してくれよと言われても、何を点検してほしいか本人たちが分かってない、そういう例多いです。チェックリストでもないと、こうやりますからね、こうやりますからねというチェックリストでも手渡して見せない限り、依頼側が何をお願いしようとしているのかすら分かってない、あります。顧客本部側の力量不足。これは実際に ISO の2万2000とかでもそうですけど、HACCP なんかでもそうですけどね、依頼側に知識、力量がなければ、まともな依頼ができません。監査員側の力量不足、この研修をご覧になっている、この動画をご覧になっている方の中にも、いつの間にか監査員になっちゃったって方結構いると思うんです。いつの間にか監査員になっちゃった。別に資格認定なんかなかった。チャラ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 っとOJT なんか受けたら、そのまま監査員になっちゃった。さすがにそうなりますと、知識、力量の不足がございます。ですので、チェックリストに頼らないと何をしていいかわからないという監査員も多いはずです。安価に受け負ってますので、監査に与えられた時間が極端に短いです。効率化が必要なので、チェックリストのようなものを渡しておいて、もう次から次へとこのチェックリスト通りにチェックしていけば、監査完了だからねというようなシステム化がなされます。丸バツ、または ABC でも結構です。数値化しやすい、白黒つけやすい方式が、どちらからも監査、依頼者側からも監査の実施側からも好まれる傾向にあります。チェックリストの悪いところばかりじゃなくていいところもあるんですね。例えば重要項目を漏らさずに監査するようなチェックリストがあればとても楽です。質問を事前に準備できるので監査時間の節約になります。監査によるバラつくの最小限になる。監査の均一性を確保しやすいで、レポートとして残ってますので、過去のパフォーマンス、各国の苦情などを勘案して監査のために修正改善を加えることが非常に優しくなります。そういういいところもあるんですが、しかし悪いところも当然あります。丸×白黒イエスの、それが顧客、また監査員両方から歓迎されがちであって、そちらの方にみんなの意識がいっちゃうんですね。監査中にはなぜだろうというクエスチョンマークという根本を考える暇もなく、表層にできているサインだけで、チェックチェックチェック、イエスノーイエスノー、丸バス丸バスとやっていくわけです。質問が事故が多いほどいい監査という誤解が生まれやすい。もしもかチェック項目を例えば今回から10個減しましょうとなったら顧客が不安に思います。それなくしたことでもしも事件が起きたら、私担当者だけどうちの上司からどんなお叱りを受けるか分かんない、今までできてたんだったらなんで今回からできないのっていうふうに、多い方が好ましいという意識が生まれがちです。で、監査をやる側からも、うちはこれだけやってるでしょとアピールにつながりがちなんで、監査項目が減ることはもうほぼありえないと思ってください。逆に監査項目がどんどん積み上がっていく、その傾向ばかりです。じゃあ、チェックリストの元にとなるべき文書、監査基準というのは、本来はこういうところに求めないといけないんです。例えば、法律ってありますね。食品衛生法なんかが一番ですが、法律に基づく法的な規範基準、例えば、都道府県でも条例ってあります。そういうものに基づく、または最近はよく出てきます、SDGs のルールに従っている。CSR、コーポレートソーシャルリスポンシビリティのルールに従っている。我々よくバイブルと呼んでます。ISO の2万2000。これは本当に人類の英知を集めたような文章になっています。こういうものも参照にしたい。で、会社側、実際に監査を受ける側も自分たちの FSS 文書で持っていることが多いです。食品安全方針、衛生管理基準、HACCP プラン、SOP、SOP なんていうのも社内の基準として持っているんでしょう。
こういうもののいいところを塩梅してチェックリストを作っていれば問題ないんですけど、しかしながらチェックリストっていうのはなんとなく思いつき、なんとなく過去に痛い目にあったから、なんとなく他もやってるからということで組み上げられていることが多いです。法律にかかる、法律7選職員制法を代表してこのものがございます。職員にかかる法律は大体7種に絞り込まれると言われています。チェックリストは社内社外の要求事項を勘案してちょうどいい落としどころを狙っているべき、かつ要求への適合不適合が正確的確に反映されるように、設計されていればとてもいいものが出来上がるんです。チェックリストの実態を見てみましょう。要求事項を熟知してない、受けるのが監査を受ける側にありながらも、監査を依頼する側にありながらも、要求事項を分かってない。で、監査をやる側も、要求事項がどうあるべきかを理解してない。この2つの無知の間に挟まれまして、チェックリストが作り上げられていくわけです。で、顧客本部にとっては白黒つけやすく、せっかく監査やってもらうんだったら、この店舗のパフォーマンスがいいのか悪いのか数値化してほしい。監査会社にとって仕事をしてきた証拠として、これだけの何十項目について我々チェックして、これだけの採点してきましたよ。アピールしやすいですね。早く安くうまいことが仕事になる。どこかの牛丼チェーンみたいですけど、早く安くうまく報告できる。これがチェックリストの実態ですね。そして顧客本部側の関心事がどんどん積み上げられます。過去にこういうことが起きたっていうのは二度と消えることないんですね。隣の企業でこういう事件を起こしちゃった、早速うちの方にも取り入れよう、それ向けのチェックリストを取り入れよう。そしてそれが自分のところに関係なくても一旦取り入れたものはどんどん積み上がっていきます。じゃあチェックリストの実態、さらに監査員の教育に力を注いでいる監査会社ほとんどありません。あるという会社があってもおざなりの定型フォーマットで、まあ何年前からそれをやってるか分かんないけど、もういいダクダクと聞くことだけを良しとするような研修が行われています。監査員のキャリブシレーション、目線合わせ、ここに力が入っている監査会社ってもありません。他の監査員の報告書を自由に見ることができない、私が関係した団体なんかまさにそうなんですけどね。グループをあてがわれる、グループのそのグループに関わる監査レポートだったら見ることができるんだけど、他のグループ、例えば、ラーメンチェーン A の私が担当だとしましょうね。ラーメンチェーン B のレポートは私が見ることができないです。じゃあ同じような業態なのに他のレポートを参照することができる、そういうですね。さあここでちょっと入っていきましょう。実際のレポートです。ここに私の知ってる団体、私の知ってる個人が載ってます。あえてブラックアウト、消しておりますが、チェックリストで見てください。ここ C 判定100点中84点。報告書のトップに何点というのが出るんですね。何点というのが出ちゃうんですよ。当然だけど依頼側もこれ気にしますよね。はい、こうやって丸抜がどんどん入っていって、この項目、ここにチェックリストに出てる項目だけが点数化されて、先ほどの一番上の何点に行くわけです。じゃあどんなことが報告されているか、もう本当に情けない例です。先ほどの私の知ってる個人が書いたやつですから、これは焼肉屋のチェーンです。焼肉チェーンの方に入っていきました。彼が入っていきました。サラダなど非加熱の食材に大腸菌などが付着してしまうことが最大のリスクでございます。まあ、非常に丁寧な、もったいぶったような文章にしてますよ。肉は使うから、肉由来の例えば病原性大腸菌なんかがサラダなんかくっつく可能性ある。これがお宅にとって最大のリスクというふうに、まあ、明示的に分析してるわけです。じゃあその後発見事項はどうなっていったかとなりますと、これも簡単ですね。見た目の汚れとか、アイススコップ、氷をすくうスコップの取っ手が汚いとか、ATP が高いとか、そういうことを言ってるわけですね。
飲料設備周辺が汚れております。飲料って作るときに必ずこぼれたりしますので、まあよく汚れてます。ゴミ箱にアルコール容器器具が接触しないように管理してください。まな板はできるだけ壁に接触しないように。じゃあ壁じゃなければどこに接触してもいいのかで、ちゃちゃを入れたくなる。このアイススコップのクリーニングですか、実際のところどうかと言いますね、もう少しちゃんと洗浄先をやってくれ、SOP に従って、SSOP に従ってと彼は言いたいんでしょう。これは SSOP なんですよ。ざっとしたもんでしょう。これを一生懸命追求したとしても、ATP の値が急激に良くなることはありえません。ATP の数値が高いから、このトングでサラダを触ると、汚染を受ける可能性があります。冷蔵庫のとって大体 ATP 高いです。ATP が8万超えちゃった、定期的な洗浄と。皆さん、どっかで冷蔵庫の取っ手を洗ってるという人間見たことありますか？さすがに電気製品ですね。水をたっぷりかか使うと、後ろの方まで水が回りかねない。耐水構造になってませんから、水が後ろ回っちゃったらもうショートして終わりですね。定期的な洗浄と、触れた後にサラダなんか触らないように。でもサラダの原材料って冷蔵庫なんかあるでしょ。じゃあ、冷蔵庫の取っ手を開けた手で、中のサラダの原材料触ったらもうダメなんですね。じゃあ、冷蔵庫の取っ手を開けただけで、また閉めるしかない。彼のレポートに特有なんですけどね、ソリューションの提案になってないんですよ。これ危ない、だからその手も使っちゃダメって、そんなことばっかり書いてます。ダスターの ATP が高い。じゃあ、ダスターを触った手で他のものを触る。発想がまるっきりダメなんですね。ダスターの ATP が高いんだったら、ダスターの頻繁な交換であるとか、ダスターの洗浄殺菌であるとか、そっちの方に話を持っていかないといけないのに、ダスター汚い、汚いものを触った手はダメよ。これ本当、監査員としての力量、知識、力量のところに大きな疑問が出てくるんですけど、まさにこんなレポートが横行してます。こちら、卵の保管は、方法は万全です。何が万全なんでしょうね。同じ監査員が、原材料、食材が中でむき出しだったらダメと言ってるのが、卵だったらむき出しで置かれてても大丈夫、万全だという言い方になっちゃう。もしもこの上にドリップが落ちたらどうなります？それこそサルモレラ強化、卵が出来上がっちゃうわけですね。その卵を割ってご飯にかけて食べたら、卵の殻についてるサルモレラがいっぱいご飯の方に移行しちゃうでしょ。セオリー、何がダメ、何が危ないということを、もう一度彼はね、勉強しなさないといけないんです。先ほどのアイススコープの SSOP です。私はよく冗談で言うんですけど、ネスレの中国なんかに行くと、こういう SSOP、SOP が多いです。1ページ目が題目だけ、2ページ目はこのペラッとした数行の文字が並んでるだけ。これ、まず、読めるのは読めるでしょうけど、読んで何をやらないといけないか理解できないんですね。実行につながらないような SSOP、SOP は作っても意味がないんです。さて、飲食店の事例の A。非加熱食材に大腸菌を付着することが大最大のリスクであると、これは明晰です。素晴らしいです、指摘としてね。ただ、それを解決する方向に店舗を動かしてないんです。別に大腸菌の検査やるだけなくて、彼がやるのは ATP だけです。ATP は見た目の汚さが、これ危ないですよというふうに。ATP 高ければ危ないだったらね、サラダ用野菜菌や ATP 全部高く出ます。洗浄先の強化対策として訴えながら、どうやるべきか、
ハウス、またワイの説明がないんです。冷蔵庫の取っ手の洗浄なんて普通やりませんよ。そして実はこの店舗、このグループの店舗に私関西行ったことあるんで、インタビューして聞いてます。生肉、生の内臓の提供があるんですよ。じゃあサラダによ大腸病原性大腸菌がうつるとかどうのこうのよりも、大腸菌の病原性大腸菌がまさにいるようなものをお客さん出してるわけですね。そこを指摘せずに使用末節の部分を指摘して、この店舗を本当にリスクから守ることができるんでしょうか。さらに続きます。こういうところをミスしてますよ。ミス率ですね。はい、このように拡大しました。これも彼自身が作って店舗、依頼の顧客の方に配っているものです。はい、このようにサマリーをしてます。総合点何点の店舗は 何パーセントである。彼自身が顧客側を特典競争に押し合ってるんですよ。これじゃダメですね。はい、さらにご丁寧にも過去こういう特典の推移がありました。こんな表まで作ってます。確かに顧客の満足度はこの時点で高くなると、何でも見える化してくれました。何でも我々の要求に応えて見える化をやってくれた、監査の元締めとしては彼は非常に大きな評価を一時的に得るでしょう。でもこうやって特典競争に顧客を追い込んでしまって、意味のない、本当の意味の食品安全事件の防止にはつながってないのは特典競争に顧客をどん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 誘導する、これが本当にウィンウィンの関係、相手のことを思った監査と言えるでしょうか。はい、他にも監査レポートは出てます。これはかなり悪い D 判定、73点で D 判定で、情報群をどんどん失ってます。で、失ってるところを一個一個見ていきますとね、本当に情報をそのままチェックリストに書いてることとから外れてるということを思って、彼女はこの項目、チェック項目を失ったという判断したんですね。そこにインテリジェンスは全くないんですよ。例えば棚の下に物を置いちゃダメやと書いてあったら、棚の下に物がある、はいこれダメ、ペケとつけるわけです。はい、これなど食器をかける棚のところに自分の、まあ、車かバイクわかりますキーがあると、異物混入の原因になります。しかしながら飲食店でキーがもしも混入したとして、それ食べるような客っていますかね。なかなかキーほどの大きさのものを食べることできません。苦情にはつながるだろうけど、異物混入でそれを食べて健康危害につながったって、まあ、それはないですよね。はい、ここなんかも素晴らしいです。スコップの手が汚れてるから、その手を氷につけないで。しかし、このスコップ自体が氷、製氷機の中にあるので、氷にくっついてようが、くっついてまいが、長い時間の間には氷の方に汚れが移行しちゃいますよね。はい、これがもう本当に素晴らしいやつです。開いた口が塞がらないような指摘でした。で、これイタリア料理店です。イタリア料理店がこういうテーブルの上でピザの生地をこねてる。ピザの生地に病原性微生物がくっつく可能性があるから。やめてちょうだいね。ラップを引いてやってくれ。しかし、ピザに病原性
病原性微生物がくっついたとして、その後にオーブンで焼くという工程があるじゃないですか。まあ、確かにセレウスくらいだったらその生き延びるかもしれないけど、セレウスはピザの中で見えません。であれば、そのものを喫食して病気になりそうなものっていうのはオーブンという CCP で始末されちゃうわけですよ。もちろんこの上でやったらダメだと、この上にいろんなものが置いてある可能性があるから、例えば洗剤だってもしかするとこぼれてるのがあるかもしれない、そういう指摘だったら分かるんだけど、病原微生物がピザの生地につくからダメだ、これは本当に工程というものを、または発想というものを理解しない監査員だからこそ言えることかもしれない。全くと言ってほど付加価値がないですね。確かにチェックリストは忠実に直った点では簡単に値します。これほど一項目ずつチェックリスト2からにはまってる外れてるをチェックした関西におりません。女性らしく細やかな配慮があるかと思います。しかしながらこの通り飲食店にとって重大事で何なのか、対策しようというけど現実は対応可能なのか、ダブルディップ、一つの実証からこれにも不適合、これにも不適合というダブルディップは、本当は監査の原則から言うとやっちゃいけないですね。よほどのことでない限り、2つの条項、3つの条項にまたがっての不適合というのは出せません。このような船舶な、本当に 浅い発見で、いや、この条項にも当てはまってません、この条項にも当てはまってませんと、どん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 枝分かれさせていくというのは、これは監査としてはあるまじき姿です。先ほどの私の知っている個人です。何度もかなりこれ書くんです。生食用の、生食用の野菜を入れる袋の外側にの ATP が高かった。じゃあこの袋に触った手で他のものを触っちゃダメよ。じゃあもしもその袋に触ったらもう今日一日私は仕事をしませんという手を挙げて、手術室に入る前の医者のように手を挙げて回るんですかね。これ何度も繰り返してますけどね、野菜を切ったら、野菜から ATP をいっぱい含んだ細胞が出てくるんです。じゃあ野菜、切った野菜を袋に詰めて、その袋を閉じますと、袋の外側には野菜の汁、細胞がいっぱいついてます。冷蔵庫にいて入れてるんだから野菜の細胞なかなか死なないですね。生命活動を続けていきます。じゃあ野菜の細胞がついてるから、野菜の汁がついてるから、その手は、その袋に触ったら手はもう使えなくなっちゃうんですか。先ほどのアサップの、アサップじゃなくて天保衛生管理さんの前段の方のコースでお話ししましたけどね、ツールの使い方を正しくしないといけないんですね。何でもいい ATP だったらいい数字が出て説得力があるから ATP で語れば何でも OK、 そういう全くそのツールが何のためにあるかを理解してない、そういうレポートを上げても意味がないです。保管中のまな板には極力何も接触しないように保管ください。これはネギの袋が接触したのが問題だというんですよね。ネギの袋ってそんなに汚れてないです。じゃあネギの袋には接触したまずいんだったら壁に接触したって、それからまた本立てのようなステーに接触したって問題ですよね。接触することが問題でなくて、汚いものに接触することが問題なんです。だから彼の頭の中でその本質が見えないんですよね。また出ました、冷蔵庫も取って、でこれはむき出しだからダメだ。レモンって計算がとても高くて pH も極端に低いので、これに何か菌がついたからといってその菌が増殖することはありません。どっちかというと死滅曲線を書いていくわけです。そのような食材に対して他の全ての pH が中性のようなものと同じような取り扱いを求める。ただチェックリストはこう書いてあるから、むき出しでないように、引き出しにしないように保管しなさい。それに外れてるからって、これいちいち上げる必要があるのかってなった時、
本質が分かってる監査員だったらあえてここまで指摘に事項に挙げないでしょ。同じですね。生の野菜を切った袋、外側が ATP 高かったから、それに触ったらもう他も触っちゃダメだ。イタリアのところに行きました。イタリアのスパニッシュオムレツを作ってる、まあ、イタリアとスペインって仲がいいようで悪いようでなんとなくどっかでつながってるんですよね。彼はね、このスパニッシュオムレツを持ち帰ってスマッシングしてストマッキングしてこの石橋に植え付けたんですよ。石橋結構高いですけどね、彼にとってはオーバンブルマンやったんです。オーバンブルマンやって石、大腸菌が出ないからこのスパニッシュオムレツは安全ですと高らかに述べてます。皆さんご存知ですよね、この大腸菌は大腸菌群のグループの中にいます。卵の中でよく主要な被害要因と知られているのはサルモネラです。サルモネラはこの外側にいるんですよ。だからこの EC 培地使ったってサルモネラは拾えないですね。もしも彼のコメントの中で大腸菌の存在は確認されませんでした。それでもいいですよ。もしも親切に顧客のことを思うんだったら、でもしかし主要な被害要因はサルモネラですから、割と私のやった検査は意味がありませんと、そこまで打たないといけないですね。鶏肉のチェーン、鶏の焼き、表向きは焼き鳥のような看板を掲げているんですけど、焼き鳥のチェーンありまして、伊勢屋カナリに使っているというのはホームページで自慢しております。健康な鶏です、健康な鶏です。そしてお作りを出す。いかにもだけど、よくありますね、朝締めの鳥だから大丈夫だとか、うちは健康な木造を食べさせてるから、きれいな体をした鳥なので大丈夫だというような都市伝説のような説明がなされることがあります。まさにこれもそうです、はい、鳥本来の味を新鮮なお作りでご堪能くださいと来たものです。もしも皆さんが店舗衛生監査でこういう店に入っていったとしたら、これこそ自由記述の欄に指摘事項にしないといけないですね。じゃあ、もうスッと飛ばしちゃいましょう。これは、東京の大田区に本部を持つ一つの教会の監査シートです。見ていただければ分かる通り、ほとんど自由記述と言えるものがない。チェックリストがあって、その後にチェックリストのエビデンスとして、証拠として写真を載っけるような形になっています。先ほど私が照らしてた大阪の団体のチェックシートとほぼ同じ構成になっています。これは有名な監査会社です。衛生監査会社です。なんとか技研と言います。たまたまだけどインターネットを見てましたら、このなんとか技研が作り上げた監査レポートが載っておりました。で95点、まあかなりいい得点を上げている店舗ですね。でその得点の中にユッケ肉、炙り用ユッケ、それから生肉を食べさせ、生の牛肉を食べさせるということを謳われているんです。微生物の検査をやったら陰性だったから得点があります。でも、その微生物の検査は黄色ブドウ菌、サルモネラ、カンピロバクテル。なんか皆さんおかしいと思いません？確かに牛肉生でも食っていいです。腸内細菌用のものがなければ。この黄色ブドウ菌、サルモネラ、カンピロバクテルという基準は、実は生食用、生食用の鶏肉の自主基準なんです。宮崎県とか鹿児島県が採用しているやつです。チェックリストはもうざーっとしたものです。彼らがチェックしたものだけ載せればいい。一個一個にチェック入れる、見た見ないというチェックを入れる必要ないです。
これが気になりました。これがダメでしたというチェックを入れるだけなんです。まあ、だから私がここの監査員であったとしたら、本当に素通りばかりやっちゃうんですよね。だって時間少ないのに、まあ、しょうもないところばかりチェックして回るのはやりたくないですよね。同じものです。この3種類の菌がいないか、得点が上がります。先ほど言いました、これ宮崎県から持ってきたやつです。宮崎県が作りました生食用の直肉の衛生対策。ここの中にこのように述べられているわけです。カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、サルモネラ、こういうものがいないということは、確かに鶏では重要視されるけど、ユッケでは意味があります。ユッケの場合では腸内細菌化群になります。腸内細菌化菌群の陰性が衛生規範となります。先ほどのスパニッシュオムレツの例ですね、拡大していますので、まあ、もう見ていただいたやつです。大腸菌群が危ないやつありますね。大腸菌群、サルモネラもイエルシニアもカンピロもこれ外れてますので、大腸菌がいない、私が知ってる彼がやったことです。大腸菌がいない、ここがいないということで、鳥につきまとう、サルモネラ、卵につきまとうサルモネラ、鶏肉なんかでつきまとうカンピロ、こういうものがいないという保証には全くならんわけです。さて、食肉パックの監査も私が知っているお魚の団体がやっております。どういうことかというと、食肉屋さんというのがありましてね、各地のプロセスセンター、食肉パックが加工場からどんどんと、例えばドラッグストア、の冷蔵庫の中に食肉パックを配送するんです。で、管理はドラッグストアに任せる。しかしながらドラッグストアの売りに貢献、売りたくを盾に貢献する。かつドラッグストアが買い取ってくれたものはその食肉、業者の利益となるわけです。ここで見てみましょう。まあ、この監査レポートは誤嚥点検というタイトルが付けられています。整理整頓清掃とかそのあたりをチェックすればいいんですよというのはニュアンスで書かれた内容になっています。まず顧客、依頼した顧客側が何やっていいかよく分かってないところが本質ですよね。ロードラインオーバーの指摘が店舗側からあったんです。まあ、この食肉パックを配送した人間が陳列までやるんでしょう。でそれを見てるドラッグストア側からこんなにオーバーロードしちゃダメですよ、それを本人に対して言うんじゃなくて監査員に対して報告してる、まあ、そこまで食肉パックの加工業者とドラッグストアの関係というのは、まあ、臭いものに蓋をする、荒れ物に触らない、言えない関係なんですかね。まあ、確かにエビデンスとして監査員がインタ店舗側にインタビューして、いや配送者、配送のメンバーは全然ロードライン守ってくれないよと、その情報を聞けば確かにこの顧客の本部側はこんな問題が起きてるんだなという実感はあるでしょう。でも本来だとその配送員を捕まえてもうちょっと積み方考えろと言わない限りなかなか改善には つながっていきませんよね。3度、冷蔵庫ではマイナスの3度が広く出てます。どこで温度を測っているか分かりません。こちらに書かれているのは1度、記録は1度、表示はマイナス3度、その差を解くことがない。じゃあこの記録っていうのはどこから温度を取っているんでしょうね。関西であればこのギャップっていうのはやはり指摘せんといかんですね。国産牛の薄切りで霜降りの型でここをトレースしました。消費期限11月30日、これは簡単です。
個体識別番号を入れてやれば、こういうところで個体識別ができます。はい、この事例で言うと、確かに妥当な時に土地区されて、11月の31日が消費期限です。まあ、順当なところかと思います。先ほどのではないんですが、これから消費期限まで2ヶ月以上、土地区から消費期限まで1ヶ月以上あるという事例がありました。普通土地区があって1ヶ月以内にほぼ全てが消費されてるはずなんです。じゃあ、消費されてなくて2ヶ月後に突然店舗に現れる肉があるんだったら途中で冷凍されてるはずなんですね。じゃあ、表記には解凍の文字がないといけない。解凍された肉であることを明記しないといけないです。で、細かい汚れどうのこうの。ここもまあ、いつものことです。まあまあよくやってくれるんですけど、タレのな、タレにカッコが中に入ってないとか、そんなのが多いです。食肉パック販売店舗、観察って、かなり頻繁に、私一社の事例しか知りませんけど、関西でよくやってくれてるものは、冷蔵温度、それと冷蔵庫のチェック、温度記録の写真あります。足りないのは、冷蔵庫の温度表示と、記録との間にギャップがあったときに何も指摘がない。確かにチェックリストの中では、温度が表示されてるか、温度が記録されてるかしか書いてませんので、字面通りに捉えれば、これで今やってくれてることで十分なんですけど、ただ、食品安全危害要因の管理という観点からは矛盾が生じます。労働ライン超過。よほど監査員に対して言いやすいのか、労働ライン超過して、配達の人間がちゃんとやってくれないんで、そういう苦情が入ってくるんです。タレはカッコの中に原材料を入れなさい。まあ、その通りです。よくここは一生懸命見てくれてます。アレルゲンの、個別の素材の区切りは、こっち、丸でやりなさい。ここもよく指摘されてます。ポップがあります。棚の前に、例えば 100g98円って書いてるのに、実際に棚の中にあるのに 100g118円になってる。こういう指摘はよくやってくれてます。髪の毛、匂い、検品などのプロセスセンターへの苦情の聞き取り、これもよほど腹に据えかねているのが、店舗側からどん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 関西に対して苦情が入っています。肉のラップへの巻き込み、これは一つの一人の関西に聞いたら、千葉なんかが多いんだと、千葉のプロセスセンターがどうもいい加減だと言うんだけれど、もうどこまで本当か分かりません。私も一時、土頭の県がこの苦情が多いなんて統計取ってるわけじゃない。肉はラップに巻き込まれている。ドリンクが多い。掃除の不徹底、不要物の置き忘れ、置き去り。どちらかというと、店舗側、ドラッグストア側の責任になると思うんですけど、これを単にレポートに落とし込むだけで監査員は帰ってきています。指摘がなされてないことがあったと思う。法定や指定を冷蔵温度からの逸脱の指摘。例えば、10度、いくら食肉はもっと冷たい方がいいと言われながらも、10度を割って、10度を超えることがあったら、これ法律違反になっちゃうんですね。10度を超えている事例で全くコメントが出ません。じゃあ 9.9 度、9.9 度だったらせめて警報を鳴らすべきなんだけど、そういうものもないレポートがほとんどです。基本の記録をスキップする。なぜかいつの間にか、昼間の記録がなくなってる。なぜか朝一番の記録だけで、あとは降らなくなってる。温度記録と機器表示の差や誤差があった場合にそれを指摘してない。同じ店舗の中で、同じプロセスセンターから出てる食肉加工品のアレルゲン表記が7種であったり、28種であったり、それが混在してる。じゃあ他にも同じプロセスセンターから出てる食肉、また食肉加工品はアレルゲンの表記は統一されてるんだけど、他にもそのドラッグストアにいろんなものを並べてる。例えばソーセージを並べてる。そのソーセージとの間の整合性ができてる。確かに問題がないといえばないんです。製造業者、加工業者がそれをちゃんとやればいいので、同じ店舗の中で7種、28種が混在してても構わないんだけど、
客側からすると別にこのソーセージを作ってる会社、この食肉加工品を作ってる会社のアレルゲンの表記の方針は一定してるというふうに考えることはないんですよ。どっちか見たらもうそれで信じちゃうんですよ。アレルゲン表記の欠如は間違いで、過剰表記もあります。もう言い過ぎっていうのもあります。その指摘がないですね。個体識別番号に土地公2ヶ月以上前なのに回答の表示がない、有料モニーをいざなうことになるので、こういうものも指摘の対象にしてほしい。食肉パックの販売店で、これ C 判定を受けたところです。でここぐらいになりますと、この関西はとても細やかに因果関係を立証しようとするタイプなので、全ての商品の表面温度が6度か7度高い状態だと、瞬間室の温度表示は2度だ、おかしいな、冷気の吹き出しの口を自分が持ち込んだ温度計で計測した人のところ 5.8 度、じゃあこの冷蔵庫の表示はどこから温度を取っているのか、そこを調べるということを指摘してるわけです。曜日による商品ボリュームが少なく、今の商品ってあまりないようなのが気になる、ケースの中がスカスカに見えて、まあ、こういうのはやめた方がいいんじゃないですか。まあ、だからビジネス上の関心事まで彼は指摘しております。どこからもそんなに外れないとか、向こうにですね、オーバーロードとか、まあ、棚がスカスカであるとか、いらないものが置いてある、この指摘はどの審査員もよくやってくれてます。これなぜか昼間だけ1本記録を取っている。この場合に指摘はこのよくできている新鮮でもありませんでした。酸化剤 VC、パプリカリキャンプ、これもいいでしょう。アレルギー表示が特定原材料のみとなっているけど、会社として特定原材料のみ表示するのか、特定原材料にずん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 ものまで含めて28種類にするのか、でこれは方針を統一しないといけませんよという指摘を優しくはやってくれています。ここまでを総合しますと、チェックリスト方式というのは、私言わせますと、やぶ医者の行う人間ドックによく似てます。大体どこの人間ドックを受けてもそうです。既往症とか家族の中の病歴って聞くんですよ、ね、それに例えばがんの家系であるとなったら、がん向けの検診を増やすであるとか、またはきつめにするであるとかやります。ではなくて、その本人しか見ない、その本人に出てる競争のサインしか見ない、聞き込みがないわけですね。この2番目はもう冗談に近いです。男性にマンモグラフィー、女性に前立腺がんの検査を実施する。ないわけじゃないですよ。男でも乳がん、たまに出るんですけどね。でも集団検診、人間ドックでやるほどの意味はありません。たまたまだけど、例えば乳頭にしこりができたような男性が、ちょっとおかしいんじゃないかって病院に書き込むのがいいわけです。全員に対してマンモグラフィーやる必要ないんですね。男性全員に対してマンモグラフィー。やる必要ありません。競争のサイン検知に引っかかった件数で、これダメ、あれダメ、これダメと、それだけ点数を与えられちゃう。あなたの健康度は何点です。という点数をくれるわけですね。そのサインが暗示する病気の重篤度はカウントしない。例えば皮膚が荒れてましたと、アトピーです。アトピー気にありますが、出来がつくわけです。でもアトピーがその人の寿命に関係するほどの重篤な症状を起こすか、そんなこと考えないです。で花粉症あります。ペキは使うわけです。でも花粉症で死ぬ人はいないんですね。つまり人間ドックでものすごく得点高い。だから失って、チェックリストで失っている項目がとても少ない人間だったとしても、重症のになるような 病気の症状が全て把握されているわけではないので、まあ1年後に。極端な話、明日死んでも不思議はないということです。
監査員側に、これは非常に耳が痛いことに皆さんにとってはなるかもしれないけど、チェックリストの内容を疑うという姿勢がありません。私がネスレに勤めている時にアメリカ人の女子ボートがあります。まあ、非常にジョーキーな、ジョークばっかり言ってるような男性でした。まあ、今年仕事になってものすごく真剣なんですけどね、もう日頃はもうジョークだらけです。私がちょっとそれおかしいんじゃないですかってボスって言ったら、ボスがね、このついたてみたいなのを見せるんです。ルールナンバーワン読んでみる。ボスは常に正しい。お前、今さっき俺が間違ってるって言ったろ。それはルールナンバーツー。ルールナンバーツー読んでみる。常にルールナンバーワンを見ろ。ボスは常に正しいなんてニヤッと笑ってました。ちょっと可愛らしいところのある調子ですね。ボスが言うことでも、これは差し込みの動画を今から入れていくという、まあ、簡単に言うと今から動画シリーズですよという、その解説動画寸劇になります。いろんな動画を見ていただきます。例えば昭和30年頃に静岡ですけど、職員衛生監視員がどんな仕事をしてたかの動画、もう白黒ですよ。もう本当に古い動画も見ていただけます。皆さんそこでご覧になって感じるのは、昔は保健所の人間は自分で物事を考えて自分でアクションを起こしてたんだな、それを感じ取られると思うんです。その後に動画2つ見てもらいます。これは今の保健所が営業許可申請があった時に店舗のチェックに行きます。店舗検査に行きます。その内容がとても杓子定規になってて、例えば客席との間のカーテンであるとか幕であるとかドアであるとか、客席と厨房を仕切りなさい、要求事項にあるんです。だからそれを忠実に保健所の係官はどうやって仕切るんですか、どうやって仕切るんですかという話をしています。彼女にとっては条項に書かれていることが全てなんです。たった数十年の間に保健所は自分で考えて動く機関から、ただチェック与えられたチェックリストに当てはまってる当てはまってない、外れてる外れてない、それだけをチェックする機関になり果ててしまっています。こういうところをじっくりとご覧になってください。ボスが言うことでも疑わないといけない、まあ、基準文書というものも疑わないといけない、チェックリストの内容も疑わないといけないんです。公的な文書というのは全く公的な文書で店舗衛生監査の在り方というのを規定しているものはありませんので、いろいろ言ってます。独自の経験に裏打ちされた JFS が AB に準拠した、SFABB を参考にしたとか、ミシガン州の農務省フードサービス向けの基準文書に従っているとか、まあ、各団体好きかって言ってるんですけどね、店舗衛生監査を規定する文書じゃないんですよ。あ、こういうもの誰が何を言ってても信じないことです。で、監査審査であれば不適合の提示、その根拠の陳述、是正措置に向かわせフォローアップするのが監査員の大きな仕事のはずです。でも店舗衛生監査というのはこの改善に向かわせるフォローアップもない、かつ是正措置というものをきっちりと定義しようというその裏付けがないです。不適合ももう皆様にはしゃがみ説法耳にタコでしょうから、不適合は監査基準との間にギャップがある場合ですね。ギャップがある場合に不適合を出して改善に向かわせる、是正措置に向かわせる、是正措置、まず監査基準というのが曖昧であるから、監査員としては与えられたチェックリストじゃなくて、もっと上流のもっと上位の文書の中から自分がどう考えるかというヒントをもらうということです。ではとても監査員にとっては大変な仕事になります。で、不適合を出したら是正措置やらせない、是正措置時間かかるんです。確認にも手間暇かかっちゃうんです。
通常の監査の枠組みの時間の枠組みの中でなかなかできません。フォローアップ、次回まで継続審議になっちゃうので、なかなか一監査員が手当をしにくい部分に入ってきます。でもこれやらないと店舗を本当の意味で改善に向かせることができないです。じゃあ是正措置フォローアップはしかし労力と時間を食いすぎると思われてます。監査の会社の元締めやってる人間、監査員どちらもちょっとこういうところに手出すと大変なばかりだからやめとこうという妙なコンセンサスが出来上がってます。要求すべき事項を熟知していない監査会社との間で顧客本部にとって仕事をつけやすく、監査会社にとっては仕事をしていた証拠として提示しやすく作り上げられたものでは結構、まあ、先ほども言いましたが早く安くうまいこと、これチェックリストで型がついちゃった、指摘して我々の仕事は終わりですという体制が今もう顕著になっております。なぜ不適合を提示し是正措置に向かわせて、その是正措置がクローズされたことを、是正措置根本原因がクローズされたことをチェックするのかというと、事業者のリスクマネジメントを我々は支援する立場にあるんです。リスクマネジメントいろんなものがありますね。例えば BCP、 地震が起きたらどうしようなんてもリスクマネジメント、で我々は食品安全の観点から事業者が背負いがちなリスクを軽減する管理下に置くということが我々の仕事なんです。で、そのためには不適合を出して是正措置を向かせてそれをフォローアップしていくということがとても大事なんですね。じゃあ店舗衛生監査で取り扱うリスクもいろいろ、コンプライアンス、ビジネス、食品安全、3つあるんですが、本来であればこれはバランスを取った割合で、特に我々食品安全、食品衛生監査をやるものとしては、食品安全の方に相当に注力したものをポートフォリオにしてないといけない。でも顧客側、特にマネジメント層に至っては、こっち側、最終的に出てくるのはビジネスとして成果なんで、こっち側に目が行きがちなんですよ。こっち側とても目が行きがちです。じゃあ、マネジメント、経営者、顧客側、顧客の監査を依頼する側の頭には、こればかりが映ってます。ビジネスリスクばかりが目に入ってます。これ本当に正しいのかと聞かれたときに、皆様はしっかりと答えていただきたいんです。本来、リスクというのはビジネスばかりではありませんよ。コンプライアンスリスクもあれば、食品安全リスクもあるんです。本社にとってどこに優先順位を置くべきか。しっかりと考えないといけませんよ。その最初の提案なのは皆さんのレポートなんですよ。はい、望ましいポートフォリオ、望ましいバランスに、構成し直させる。じゃあ今の監査様式がそれを可能としないのであれば、もううちの監査、うちの会社も短時間でポンパポンとやってこいと、チェックリストだけやってくれへんって、いらんことやよ、他にやるんじゃないなんて言ってると、でもらってる金も少ないし、もうそんないらない仕事までもう自分申し込みたくないと言うんであれば、監査員として自分のできる範囲で構いません。本来の監査目的というのはどうあるべきか頭の中でいいだけでいいですから、考え直してみてください。で、重大な不適用、軽微な不適用、監査事項に相当するもの、自由記述欄があるでしょうから、箇条書きで簡単でいいですから。通常の、例えば審査であれば、これ重大な不適合として報告されるべきこととして、例えば、まな板の ATP がとても高いと。そこで、野菜サラダも作ってるし、それから、刺身を作ってる。この ATP が高いことの原因は何であるかを一回調べないといけませんよという話はできると思うんですね。
自分の報告事項が顧客本部の前進を促すように監査を組み直してください。時間を取ることではありませんから。監査会社にも繰り返し方向性の修正を迫る。特に元締めみたいな人間が、簡単に言うと知識も力量もない、ヒラメのように上ばっかり見てるような人間であった場合には、もうこれなかなか改善できません。で、皆さんできる範囲で結構です。一言だけでもいいです。で、監査員としては今の状況が正しいものとは思ってないというメッセージをその分からずやにぶつけてください。で、これをもちまして、店舗衛生監査概論というのを終わろうと思います。ご清聴ありがとうございました。